七尾市の能登演劇堂で行われた記者会見。マイクを握ったのは今年12月に90歳を迎える俳優仲代達矢さんです。人間が命ということを考える意味ではとても重要な作品でして、激しい時代劇、命をかける時代劇ということになると思います。仲代さんが命をかけると意気込むのは今年9月4日から上演される命棒に振ろう物語。山本周五郎原作で1996年に亡くなった仲代さんの妻宮崎靖子さんが劇作家を務めた舞台です。宮崎は、竜智恵はこの作品を非常に愛しておりまして、命棒に振ろう物語と命棒に振ろうという題名も考えたのは宮崎です。能登演劇堂での上演は2004年以来18年ぶりで、全国巡業はありません。なぜ能登でだけ上演するのか、その理由を仲代さんが明かしました。それ一番はこの劇場の、素晴らしさ。地方でやりますと外の空間は見せられません。クライマックスでは舞台装置を生かした大立ち回りが展開される予定で、地元エキストラも出演予定です。仲代さんの役者70周年記念作品でもなりますこの物語、9月4日から10月10日まで全30回の公演です。